ロス128ビットは、乙女座の方向に約11光年離れた位置にある赤色 y 星ロス128を公転している地球サイズとされている太陽系外惑星である。2017年11月15日にチリラシア天文台にあるハープスで12年間にわたって観測を行ったフランスの研究チームによってその存在が発表された。 惑星の重力によって主星が揺れ動く様子を捉えるドップラー分光法による発見であった。ロス128ビットは主星からは 0.0496au 離れており、これは太陽系の太陽水星間の距離の約12%に満たない。約10日で軌道を一周している。軌道離心率は0.116でやや歪んでいるとされている。 2017年11月現在、ロス128ビットの構成面通過は確認されていない。発見手法であるドップラー分光法の制約上、求められる物理的特徴は加減質量に限られる。その加減質量は地球の一定に4 0倍と見積もられており、これはロス128ビットが地球のような岩石惑星である可能性が高いことを示している。 仮に、質量がこの加減質量だと仮定すると、表面での重力の強さは、地球上の1.12倍になる。このような地球程度の質量を持った、太陽系外惑星は、知られている中では、地球の1.27倍以上の質量を持ち、4.2光年、離れている、プロキシマ・ケンタウリ B について2番目に、太陽系に近い太陽系外惑星である。 しかし、ロス百二十八が太陽系に接近しているため、約七万九千年後には、プロキシマ・ケンタウリビーを追い抜いて、太陽系に最も近い地球程度の質量を持った太陽系外惑星となる。構成面通過を起こさないため、その大きさは知られていないが、プエルトリコ大学アレシブ校のプラネタリー、ハビットビリティラボラトリーは、地球の零点八倍から一点五倍の間と、 推定している。ロス128ビットは、ロス128の、ハビタブルゾーンの内縁付近を降転しているため、表面温度は低、摂氏60度から摂氏20度になっているとされており、液体の水や生命体が存在できる、可能性がある。プラネタリー・ハビットビリティ・ラボラトリーが定めた、地球類似性指標の値は0.86で、これは2017年11月現在、 トラピスト -1D、グッチョブ三三千百二十三 b ケプラー三十八ビットに次いで四番目に高い値である。また、ロス百二十八ビットの発見が特に注目された理由として、主星ロス百二十八の構成活動が挙げられる。ロス百二十八を含む赤色矮星は構成活動が非常に活発であることが多く、大規模なコロナ質量放出によって、 強い X 線や紫外線、プラズマなどの有害物質を放出している。こうした恒星の周りに表面温度が生命に適切な惑星が存在していたとしても大気を剥ぎ取られたり生態系に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。実際にプロキシマケンタウリアトラピストマイナス1といった赤色 Y 星もハビタブルゾーン内に惑星を持つが 構成活動が活発なため、表面に存在しているかもしれない大気や生命体に大きな影響を及ぼしている可能性が高い。しかし、ロス128ビットの場合、ロス128が赤色矮星にしては、はるかに構成活動が穏やかであるため、ロス128ビットが受けるエネルギー量は、 地球の1.38倍に止まっているとされており、今後の地球外生命体探索に大きな期待が寄せられている。しかし、過去には活動が活発であった期間もあり、その際にロス128ビットが大きな影響を受けていた可能性も示されている。ありがとうございます。